レジェンドストーリー、静寂性と弱酸性。本日もいつも通り不安定な実況をお送りします。ではまずはせめて猫らしく、いざ出陣。はあ、ウンガリュー、子供連れてやってきすぎじゃない？これ。タマとウルル、出動。ガネーシャも出動。ちょっとなんかね、大量にやってくるよね。ブラック軍団が来て、兵士軍団が来て、エイリアン軍団も来た。でもここはなんとかガネーシャで切り抜けて、続いては円卓の騎士、いざ出陣。顔が出てる。二人並んだ。並んでない。あれはどういうあれなんだ、順番なんだろう。三つ子、これちょっと無理かも。誰も駆けつけた。あー、負けた。編成をガラリと変えて、いざ出陣。この兄弟たちの愛にね、打ち勝たなきゃいけないんですよ。で、どうやってね、誰を出すかなとか思ってると、お金アップするの忘れちゃうんですね。慌ててタコツボから出して、消えたと思うとまた出現。でももうなんとかなるかな。よし、消えた。勝ちました。ではおにゃんこカタルシスへ、いざ出陣。
なんかね、雪が降ってるからかね、なんか哀愁が漂ってるの。あ、なんかタコつぼいないじゃん。いきなりもう最初からで、うん、タコつばなしで勝てるのか。あ、から消えた。兄弟シリーズで攻めてる。あれ、あ、ちょっとコアラッキョも赤くなったよ。コアラッキョが赤くなった。バトルコアラッキョだ。あれ、まずいな。ちょっと来られたよ、城の方に。大丈夫？ゴールデンカブト頑張れ。まずいぞ。まずい。あ、消えた。こっから巻き返せるか。いやー、さすが大五郎。まだわかんないけどさ、ガネーシャも加わって一人になった。敵が一人になりました。はい、消えたー。負ける寸前だったと思う。ギリギリでした。続いて、美しい終わりへ、いざ出陣。あー、眉毛取りも私結構苦手なんですよ。っていうか、毎回私苦手なんですよ、私何々も苦手なんですよって毎回言ってますね。得意な相手っているのかな。例のやつら。あれ、例のやつの軍団、まあ、好きですね、来ると。そんなこと言ってる場合じゃない。暗黒城をちょっと連れてきてみてます。活躍できるのかな。よし、関連者出陣。出た、鈴木くん。これなんか見慣れないオレンジ色のくちばしした鳥、見慣れない鳥がいる。くちばしが地面に突き刺さってます。あれ、これはちょっとまずいんじゃない。大五郎出せた。ここからなんとかなれる。なんとかいけるか。もう暗黒城は出さず、お姉様たちで行きます。いけそうな気がしてきた。あ、マンボウグ鈴木くん消えました。完全勝利です。では悪夢からの覚醒へ、いざ出陣。
これはちょっとゆっくり時間稼ぎしながらお金を貯めれるかな。どうだろう。お財布レベルどこまで上げられる。お財布レベルは7のままで大型出そうかな。来た。ガネーシャで出しました。ガネーシャと慌ててみんなに駆けつけてもらいました。あ、お会さんも来ました。これは今までのパターンからいくとあれですね、ブラックが来て、あとエイリアンも来るんじゃない。耐えられるか、我々は耐えられるのかな。あ、消えた。あー、どうだろう。厳しい戦いですが、今あの2人目のガネーシャが出動しました。あれ、なんか急に明るくなってきて、海通しが。勝ちました。ではこれ最後のステージでしょうか。覚えたての愛へ、いざ出陣。あ、猫好きミーニャ、初めて動いてるの子見た。あの森の中で暮らしてたからハイエナたちがお友達で、ね、しっかり赤ずきんを守ってます。お、なんだ、 すごいの飛ばしてるんですけど。でも今まだ敵のお城の前じゃない。こっから飛ばしたのは私の城まで届いてないみたい。すでに何回も負けてます。すでに何回も負けてますが、動いてるミーシャは今日初めて見ました。ほら、まだこの距離だと私の城までには届いてないのよ。だからできるだけ自分の城にあの弾が届く前にミーシャさんを、あのね、ミーシャさんの体力をね、失わせないといけないってことですね。スモベンズ、うちの城に何すんのよ。誰もいない隙をついてスバベンズがやってきました。ガネーシャも、あ、猫好きが私の城を攻撃している。ダイゴル出陣。もうこの近さになるとね、思いっきりもうこう、あの城が壊されちゃうんで、ここはね、やっぱりちょっとね、ムートの力をお借りしましょう。ムート、ちょっとね、いろんな組み合わせで戦ってみたんだけど、猫好きミーニャをどうしたらうちの城にできるだけ近づけないで済むか、あと、ミーニャに対して有効な攻撃力を持ってるのは誰だということで、ムート。
ですね、この編成で行ってみたいと思います。ムート行け、やっとムート。あら、ケーパやられました。では私の相棒カオランパサランを連れていざ出陣。もうね、最初からもう敵の城のミーニャの足元まで最初から攻めていく作戦にしました。ミーニャをできるだけあそこからね、足止め、ミーニャを足止めする作戦です。壁と大型っていうんですか、中間がほとんどいません。お、まだ届かない、まだ届かないよ。よし、大五郎行け。ま、マンボウ鈴木と松黒蔵が現れた。松黒蔵って凝った名前だなと思ってたんですけど、真っ黒蔵だったんですね。今気づきました。スワベンズをなんとか城まで到達しないようにしたい。あれ、ちょっと、松黒蔵、いえ、真っ黒蔵が2頭になってるんですけど、まずいかな、まずいかな。お、いいぞラーメン、いいぞラーメン、ラーメンいいぞ。え、嘘でしょ。え、ちょっとここは猫缶使わせていただきました。ちょっとね、もうこんなね、ここまでうまく戦えることはもうね、二度とないような気がしたので、すいません、猫缶使いました。ガネーシャとガネーシャ大五郎カウラオホサラ大型3つ出しました。本当はね、猫缶使わないで行きたかったんだけど、猫好きミーニャがいないと先へ進めないところが多そうなのでね、どうしてもここはもう猫缶ちょっと使わせていただきましたが、ミーニャが欲しいのです。ね、完全勝利って言っちゃいけないとは思いますが、一応勝ちました。で、ミーニャがゲットできなかったので、トレジャーレイダーと、ヤンピューターで、ドロップウォッシュゲット、EX キャラクター、猫好きミーニャ。猫好きミーニャ、猫好き女子の方がモテる、と、クマ先生に告げ、マーマとニャンコ軍団に寝返った森ガール系暗殺者。バズーカは故障したが、やる気は全開。かっこ遠方範囲攻撃。バズーカ故障しちゃったんだ。大丈夫かな？直してあげてください、誰か。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。